安西八戸沖地震の震度分布、安西八戸沖地震は、江戸時代後期の安西3年7月23日に、八戸沖で発生した地震である。震度分布や津波襲来の様子が1968年、十勝沖地震に告示しており、遠方八戸沖地震及び法歴八戸沖地震と、共に、青森県東方沖で繰り返し発生している。 プレート境界型の固有地震と考えられている。安政3年7月23日五国八の部を中心に東北地方北部太平洋側から北海道にかけて共震に見舞われた。道の区では、エビナ日記、津軽藩日記、及び柿崎日記には12月頃まで余震が記録され、7月26日朝の余震はかなり強いものであったという。 維新前、北海道返済年表には7月19日頃から、数回の地震を感じたとある。八の藩志向によれば、最旧なる共振で、八の城が所々破損し、港村は津波によって浸水し流屋があったという。津軽藩日記には、青森において、共振で酒蔵など土蔵が潰れたとあり、またりも岬付近で山崩れが生じたが、全体として、侵害は少ない。 川角広氏は、お島半島東側の沿岸付近に信号を仮定し、規模 MK イコール4を与え、マグニチュードは、M イコール6.9に換算されていた。宇佐美達夫は、震度分布から新王と仮定して、M7.5 とし、また1968年十勝沖地震に、類似すると仮定すると信号はとより沖合に仮定され、M イコール7.8から8.0になると、推定している。 アイダイサムも1968年トカチオキ地震に類似すると考え断層モデルを仮定し、長さ 120km、傾斜角約20度の低角逆断層、地震モーメント M0 イコール 3.1021NM が妥当としている。またインバージョン手法の解析から1968年トカチオキ地震と同様、断層北側において滑り量が大きいと推定される。 北海道太平洋側から三陸海岸にかけて顕著な津波に襲われた。一新前、北海道返済年表には、函館においてしばらくて海水しりぞきてまた重ね引きたり、一新一体十九回に及び夜に入りて定まれり、また自風録には羊の下国、高波平水より一条余裕増高とあり、八から九回の津波襲来で波の高さは、 最大で12から13尺であったという。箱は、野田6メートル、大土5メートル、田の浜17尺、小本12の15尺、料理後の10尺と推定される。浦川軍役所報告には、浦川に停泊していた500国船2隻が転覆し、さらに海岸から15丁ばかり、海面上より2畳余の岩石にハマグリ柄の、粘着して、化石となるところありと記録されている。 南部半寮では、流火93、海野100、破損238件とされ、八戸半寮では、侍屋式破損数件、百姓家海189、半海53、流火33、船流出93隻、田畑の損1700国余り、死者5人とされる。はと徳太郎は、三陸海岸の津波は1968年、都家地沖地震と、 ほぼ同程度だが、北海道沿岸では、安西津波の方が2倍ほど大きいとしているものの、1968年の津波が干潮時であったことを考慮し、ハゲ域を1968年のものより、北西方向に 40km ほどずらして、今村、飯田の津波規模で1968年と同じく、M イコール2.5としている。ありがとうございます。